ギブソンファイアーバードは1963年に発表されたギブソン社のエレクトリックギター。エレクトリックベース版モデルとしてはサンダーバードがある。カーデザイナーであるレイディートリヒがデザインを担当した。発売当初の仕様はリバースボディにスルーネック、ミニハムバッカーピックアップ搭載であった。1966年に大幅なモデルチェンジが行われ、リバースボディから ノンリバースボディに全面的に切り替えられた。ネックの接合方法もスルーネックからセットネックに変更されたほか、ピックガードが大型化されて、各モデル共通のボディとなった。1969年に製造中止。しかしその後、何度か再製造され、現在でもギブソン及びエピフォンが販売している。 http://www.gibson.com/.jp-jp/.divisions/.gibson%20 カスタムデザイナー,ー %2020sg1964%20fireword%23 ーーオアシスシガレッツアルコールありがとうございます